ジェスロ・イグザム・サムナーは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州の土地所有者、実業家であり、アメリカ独立戦争の時は大陸軍士官だった。バージニア植民地で生まれ、植民地軍の一員として、フレンチ・インディアン戦争でその軍歴が始まった。この戦争が終わった後、ノースカロライナ植民地ビュート軍に移転し、そこそこの土地を取得して、酒場を営業した。 ビュート軍の保安官を務めたが、アメリカ独立戦争の勃発とともに、小な愛国者となり、ノースカロライナ植民地議会の議員に選出された。1776年、サムナーは大陸軍の部隊軍である、ノースカロライナラインの第三連隊長に指名され、南部戦線とフィラデルフィア方面作戦に参加した。ノースカロライナ州出身で、 大陸軍の順将になった5人の一人であり、1779年から1783年までこの階級にあった。ストのフェリーの戦いやユートースプリングスの戦いで結出した働きをしたが、健康問題が再発して事務的な役割を果たすことを強いられるが、ノースカロライナで回復に努めることを強いられることが多かった。ノースカロライナ出身者で、 大陸軍に勤める者の,の数が劇的に減少したことに伴い、サムナーはノースカロライナ国民兵隊の将軍となったが、メリーランド出身の大陸軍将軍、ウィリアムス・モールウッドが、ノースカロライナ戦争委員会から民兵隊、総指揮官に指名されたことに抗議して辞任した。1783年に独立戦争が終わると、新シシナティ教会のノースカロライナ支部設立に貢献し、 その初代支部長になった。サムナーは広大な土地と35人の奴隷を所有していた。1785年に死んだ。ジョン・コレッドによる1770年のノースカロライナ地図、ビュート郡周辺を示すサムナーは1733年頃にバージニア植民地、ランスモンド郡で生まれた。父は同盟のジェスロ・サムナー、母はマーガレットだった。一家が最初に、 ランスモンド軍に入植したのは1691年だった。フレンチ・インディアン戦争の1758年から1761年、サムナーはバージニア植民地軍の注意となり、ウィリアム・バード3世紀の指揮下にペンシルベニアで従軍した。1758年11月25日、デュケーヌ・砦の占領の時に参戦した。1760年、ペンシルベニアにある ベッドフォードトリデの指揮官になった。1761年に担当連隊が解体になった後、ランスモンド軍の家に戻った。1761年から1764年、ノースカロライナ植民地のビュート軍に移転し、グランビル軍出身のメアリー・ハーストと結婚した。この夫婦には3人の子供が生まれた。娘のメアリーは、政治家、トマス・ブラウントと結婚し、 ブラウンとは後にアメリカ合衆国会議員を何期も務めることになった。サムナーはビュート軍で妻の家族からかなりの資産を継承することとなり、自身も年36ポンドで借用した土地に酒場を所有し、おそらく運営も行った。植民地時代に国境を越えてバージニアからノースカロライナに移ってきた多くの者たちと同様に、 サムナーはバージニアのものと事業の上で密接な関わりを保持した可能性が強い。1772年から1776年、ビュート軍の保安官を務めたがアメリカ独立戦争が始まって軍隊の主官になった時に保安官を辞任した。サムナーは独立戦争前の抗議や政界でも活動し、イギリスとの決別は避けられないと考えていた。 1775年、ノースカロライナ植民地議会は、州全体から民兵隊を立ち上げる法案を成立させ、その目的のために6つの民兵地区を組織した。そのうちの一つは、ハリファックスの町を中心とするものであり、その中にサムラーの家が入っていた。州全体の民兵隊を構成する兵士は6、か月間の徴兵期間で重募された。 サムナーはハリファックス地区民兵隊の少佐に選ばれ、兵士たちを訓練して、今後予想される戦闘に備えるよう指示された。1775年の8月から9月、ノースカロライナ議会第3回期にビュート軍の代表を務めた。同年11月、サムナーは民兵隊を現役任務に召集し、北に進軍して、ロバート・ハウの部隊と合流し、 ノーフォーク戦領とその後の焼き打ちに関わった。1776年4月4日、アメリカ独立戦争が1年間近く、マサチューセッツでの闘争が続いた後、ハリファックスのノースカロライナ植民地議会は、サムナーを大佐に選任し、ノースカロライナ第3連隊長とした。この年、イギリス軍が侵略を試みたチャールストンで、防衛戦に参加した可能性がある。その後、 チャールズリー少将によるイギリス領フロリダ侵略の作戦に関わったが、この計画は結局頓挫した。その侵略の計画段階で、バージニア第8連隊長のピーター・ミューレンバーグと意見が合わなかった。リーが部隊に先行して動いている間に、そのバージニアとノースカロライナの部隊の指揮をどちらが取るかという問題が争いの元だった。この問題は、審問にあたった。 軍事法廷にサムナーが出席せず、申し立てできなかった後で、ミューレンバーグに暫定指揮権が与えられるということで落ち着いた。1776年8月18日までに、サムナーの第三連隊は、ジョージア植民地サバンナに到着し、その月早くに到着していたリーと合流した。しかし、結局フロリダ侵攻は実現せず、サムナーはその連隊をサバンナに残し、 同年9月に、ノースカロライナからさらに多くの兵士を重保するために、戻った。1777年初期、サムナーはノースカロライナ第3連隊の指揮を、再度取り、機体進軍して、フィラデルフィア方面作戦を指揮していた、ジョージ・ワシントン将軍の下に着いた。同年初期から中期、ニュージャージーのモリスタウンで、大陸軍の本隊と宿営地に泊まっていた。 サムナーとその部隊は定期的に訓練し、その物資や武器を検査して修理したが、ノースカロライナ兵の持っていたマスケット銃の多くはお粗末なものだったので、結局かなりの数の銃を廃却した。サムナーとその連隊はブランディワインの戦いとジャーマンタウンの戦いに参戦した。1777年から1778年の冬はワシントンの本隊と共に、 バレーフォージで過ごした。ジャーマンタウンの戦いで、フランシス・ナッシュ将軍が戦死した後、その指揮していたノースカロライナ旅団は指揮する将軍がいないままとなっていた。陶器宿泳の間、ニューヨークのアレクサンダー・マクルガルやジョージアのラクラン、マッキントッシュがこの旅団の暫定指揮官に指名された。ノースカロライナ出身の士官たちの多くは、 ノースカロライナが大陸軍に提供している兵士の数に基づいて、さらに二人の巡序が指名されるべきと考えていた。バレー法事でのノースカロライナ旅団は、総勢1051名だったが、353名は病気であり、164名は任務に適した衣服もないありさまだった。サムナー自身も1778年初期に病気になり、回復のために帰郷をせざるを得なかった。 その回復期にもノースカロライナで兵士の長母を続けた。その長兵努力にもかかわらず、七百七十八年二月、ノースカロライナの連隊は使える兵士が少なかったので、連隊を統合することになり、サムナーの第三連隊は第五連隊に吸収された。ノースカロライナはもっと将軍の位につく者が多くてもいいと思っていたが、誰をその地位につかせるかということについて、 ノースカロライナ植民地議会議員の間に闘争があった。大陸会議に派遣していたノースカロライナの大議員の中でも指導的存在だったトマスバークは提案された候補者の誰にも明らかに興味を示さなかった。事態をさらに複雑にしたのは将軍の有力候補と目されていたアレクサンダー・マーティンが臆病だという告訴が出された後に辞任したことであり。 もはや適切な候補者はいないと見られるようになった。議会は1777年11月7日に召集された後、1ヶ月以上も将軍になれる可能性があるものについての議論を引き延ばしていた。12月15日までに議会は第二次大陸会議に送る大議員にサムナーを将軍に昇進させるよう指示していた。しかし、 大陸会議が同じノースカロライナの同僚であるジェームズ・ホーガンと共にサムナーを巡省に昇進させたのは1779年1月9日になってからだった。サムナーにはサウスカロライナでベンジャミン・リンカーン将軍の軍隊に合流するよう命令が出た。サムナーは大陸会議で大議員票を13票得て最高であり、ホーガンは9票、トマス・クラークが4票だった。 1779年6月20日、サムナーは大陸軍の旅団を率いて、ストのフェリーの戦いに入り、イギリス軍の右翼をついて、ドイツ人傭兵のフォン・トルムバック連隊を改装させた。大陸軍と愛国者民兵隊は、この戦闘の間に弾薬が突きかけており、リンカーンは、相対客を命じるしかなかった。サムナーの指揮下で少なくとも7人の大陸軍士官が、負傷し、 ノースカロライナの兵士は10名が戦死したが、その中には、後のアメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンの兄弟ヒューが含まれていた。ストのフェリーの戦い後、サムナーは再度健康が悪化した。回復のためにノースカロライナに戻り、その回復期も徴兵活動を続けた。その回復期には、財政問題も生じていた。当時は、金融危機にあり、 サムナーの地位にある多くの士官が故郷では財政的に立ち行かなくなっていた。リンカーンからはノースカロライナで脱走者を探し、軍務に戻るよう説得する任務も与えられた。サムナーは1779年9月と10月を公式休暇としていたが、その間にサバンナ包囲戦で愛国者軍が敗れていた。1780年5月のチャールストン包囲戦と、 同年8月のキャムデンの戦いの間で、ノースカロライナラインは事実上効力をなくしており、かなりの損失を出し、また多くの兵を捕虜に取られていた。この期間の少なくとも一部で、サムナーはノースカロライナにあって、徴兵活動に当たっていた。ノースカロライナ議会は、ノースカロライナラインを再構築するよりも、国を守るために、民兵隊に頼ることにした。 1780年9月、修繕隊の民兵隊をリチャード・キャズウエルが指揮する下に、サムナーは一時的にヒルズボロ地区民兵隊の指揮官に派遣された。サムナーはノースカロライナ民兵旅団の指揮官として、イギリス軍、チャールズ・コーンウォリス将軍の進攻に対して、国を守る任務を与えられた。しかし、民兵は装備がお粗末であり、また訓練も積まれていなかった。 1780年後半、ノースカロライナ戦争委員会は、ノースカロライナ民兵隊の指揮官からカズウェルを更迭し、議会はメリーランド出身のウィリアムス・モールウッド大陸軍准将に民兵隊の指揮を任せた。議会はその民兵隊の指揮官に信頼感をなくしていた。南部戦線で勢力を落としているノースカロライナ大陸軍の指揮までが、 スモールウッドに与えられたとき、サムナーは不快を感じた。アレクサンダー・マーティンその他から遺留されたものの、1780年10月、サムナーは民兵大使機関を辞任し、大陸軍の任務に戻った。キャズウェルやマーティンのような著名な民兵大使機関、及びその支持者によって政治的な挫折があり、サムナーの辞任から間もない時期に、議会は戦争委員会を廃止し、 特にキャズウエルは、非常事委員会と呼ぶ戦争委員会に代わる組織で、権力の座に復帰した。ナサニエル・グリーン将軍、サムナーは1780年からその下に仕えた。サムナーは、その後、1780年12月に、南部戦線に赴任してきたナサニエル・グリーン将軍に仕えた。グリーンからは、ノースカロライナからさらに多くの大陸軍兵士を、重防するよう指示された。 1781年6月2日、グリーンがサムナーにサウスカロライナで合流するよう命じたので、8月1日に新兵350名を率いて合流した。ノースカロライナ国では、徴兵法が成立していたが、一時的にしろ、高級的にしろ、脱走が続き、配下にある勢力は日々変化した。この脱走のために、 サムナーは、宿営地での兵士の動向を支配できないと考え、グリーンに個人的に謝罪することとなった。9月8日、ユートースプリングスの戦いで、サムナーの連隊は、大陸軍の右翼にあり、イギリス軍による数回の襲撃を止める重要な役割を果たした。グリーンは、ユートースプリングスでのノースカロライナ兵の働きについて、 最高のベテランと検証されるべき程度の頑固さで戦ったと述べて功績を称えた。優等スプリングスでの成功に続き1781年にはグリーンからノースカロライナにおける大陸軍指揮官に指名された。グリーンはサムナーに主にノースカロライナにおける軍事的状況の支配を取り戻すことを期待していた。これは当時の知事で元は 大陸会議の大議員だったトマス・バークが1781年9月12日ロイヤリスト指導者デイビッド・ファニングによるヒルズボロでの白昼の襲撃によって捕まっていたからだった。イギリス軍と大陸軍の間の戦闘は1781年遅くに事実上収束していた。その時点から後、サムナーは病気を再発させたこともあった。一時期には 数ヶ月間も上官であるグリーンに何も報告できないことがあった。ギリフォード軍庁舎国定軍事公園にあるジェスロ、サムナーの記念碑、1891年にサムナー外埋葬されたサムナーが署名した手紙、1784年5月、シンシンナティ協会全国集会にノースカロライナから送る大議員を指名している1783年に独立戦争が終わった後、 サムナーはビュート軍に戻った。そこはバンカーヒルの戦いの英雄ジョセフ・ウォーレンにちなんでウォーレン軍と改名されていた。サムナーの妻は1781年から1785年の間で死んでいた。都合84ヶ月間にわたる大陸軍への従軍に対しては1783年10月23日に土地による保証を受け取った。 1783年10月、新シシティ教会のノースカロライナ支部設立に貢献し、その初代支部長になった。サムナーは、ウォーレン軍で、1785年3月15日から19日の間に死んだ。満52歳だった。その死の時に、ノースカロライナとテネシーに2万エーカーの土地と35人の奴隷を所有していた。テネシーの土地の多くは、 大陸軍への従軍の保証として得たものだった。その意外は当初ウォーレントンの郊外8マイルの位置に埋葬されたが、後の1891年にギルフォード軍庁舎の戦場跡に移され、愛国者への記念碑の一部とされる石踏みの下に埋葬された。2012年3月、ある自動車の運転者がオフロードで運転し、地下を避けようとしてサムナーの記念碑にぶつかり、 その石造りの石踏みを危うく破壊するところだった。石踏みは2012年5月までに修復され、サムナーは公的な儀式によって再度埋葬された。テネシー州のサムナー軍はもともとノースカロライナ西部の領内にあったところであり、サムナーがそこを訪れることはなかったものの、サムナーにちなんで名付けられた。ありがとうございます。